マスターデータ品質にお悩みの皆さん、今までの Excel、メールベースの旧体以前のマスターデータ管理から、SAP マスターデータガバナンスでスマートなマスターデータ管理を始めてみませんか皆さん、こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。私、本動画を担当させていただきます、SAP ジャパンクラウドサクセスサービス事業本部の関です。どうぞ、よろしくお願いいたします。 本動画では主に SAP S4 HANA プロジェクトを契機として現在の Excel メールベースの旧来のアナログなやり方によるマスイタエダー管理を抜本的に見直したいという課題認識を持たれている方向けに SAP S4 HANA に標準搭載されている SAP マサ s タダーガバナンス SAP MDG を利用し スマートなマサエター管理の方法をご紹介することを目的にしています。こちらが本動画でご紹介するアジェンダです。まず、SAP MDG に含まれる主要なマサエター管理機能をご紹介します。次に、多くのお客様で最も利用されるワークロフを使った集中管理機能をご紹介します。そして次に、 S4 派なマスターモデルに準拠した MDG の標準モデルと機能の拡張性についても触れます。最後にマスターデータの名寄せ機能として統合機能や一括処理機能をご紹介します。機能概要に入らせていただく前に多くのお客様で見られるマスターデータ管理に関する課題と SAP MDG 導入でその課題に対してどう解決できるかを見ていきたいと思います。画面の左側、SAP MDG 導入前のマスターデータ管理プロセスでよく見られるのは、Excel メール回覧により、マスターデータ申請を ITMO に送付し、取りまとめ、セントラルのマスターデ d ーシステム、もしくはマニュアルで複数の必要となるシステムに更新を行うというのがよく見られる入れ方です。 このやり方の問題点として、人間によるマニュアルプロセスなので、チェック機能が十分に働かず、重複マスターの発生や、プロセスの遅延、透明性の欠如といった問題が発生いたします。また、IT 部門にメンテナンス作業や調整作業が集中し、高負荷となり、ひいては、それが非効率な業務プロセスとなり、 グループ横断のレポート作成に苦労するといった結果につながります。対して、画面右側の SAP-MDG 導入後は、マスターデータのメンテナンスプロセスに関わる各業務部門が SAP-MDG のワークフローを使い、各領域に応じた役割でそのプロセスに参加することができ、IT 部門や マスターデータ管理部門は IT の観点からプロセスに参加し MDG で担保された高品質なマスターデータを各システムに連携し自動的に配信することが可能になりますメリットとしては SAP-MDG に組み込まれたチェック機能により重複を排除しお客様のルールに則っ,った 正確なマスターデータを登録でき、プロセスの効率化や透明性の確保を図ることができます。また、今までマスター更新を行っていた i t u m のリソースを有効活用でき、業務におけるプロセス効率化、また、信頼できるレポートを作成することができるようになります。 まずは SAP-MDH でカバーする3つの大きなマスターデータ管理に関する機能について見ていきましょう。外部のマスターデータを移行や M&A などで企業の統一マスターデータに内容性クレンジングする際に利用する統合機能。次に、その内容性クレンジングされたマスターデータの品質を保ちながら各関連システムに対してワークフローを使いガバナンスをかけていく 集中管理機能。そして、マスターデーターの品質を定義、モニタリング、監視、改善するためのデータ品質管理機能がございます。このように SAP-MDG を利用し、企業ランドスケープ全体における高品質のマスターデーターを確保し、維持することが可能です。また、SAP-MDG には、 S4HANA のデータモデルをベースとした事前に定義されたモデルを標準で用意しており、S4HANA をご利用もしくはご利用予定のお客様には、マスデーター管理の敷居が低く始められ、また、統合、一括処理、データ品質管理といった、マスターデータ管理に必要な機能を1個のソリューションでまかなえる、そんなソリューションになっております。 こちらが SAP MDG 集中管理機能で一般的に実装されるプロセスフローになります。このフローでは、まず申請者が新規マスターもしくは既存マスターの変更を変更要求という形で申請します。申請段階では、ステージングエリアというアクティビナイとは別エリアで申請内容が保管され、申請提出後にワークフローを通じ、 変更要求をその上長の方、またはマスターデータ責任者の方で MTG で実装されたチェックルールやダンツなどに代表される外部サービスと連携し申請内容をチェックし問題がなければ承認を行います。承認を行うとステージングエリアからアクティブなエリアにデータを更新させ有効化します。承認要可後、 自動的に関連の SAP または SAP 以外のシステムへマスターデータを自動配信し、ローカルシステムにて伝票登録等に利用、もしくはローカルで個別に必要なマスターデータを拡張させます。こちらが SAP-MDG で標準でご提供させていただいているデータモデルになります。SAP-MDG の標準データモデルは、 S4HANA のマスターデーターモデルに準拠しております。右の二つのモデルについては、SAP のパートナーである Utopia という会社からご提供させていただいているモデルエクステンションとなり、企業資産管理、小売品目を管理することができます。主に S4HANA をお使いのお客様は、左の三つのモデル、すなわち会計、 品目、そして、仕入れ先、得意先マスターをご利用されるケースが多いかと考えます。お伝えしている通り、SAP-MDG では、代表的な会計、品目、仕入れ先、得意先のデータモデル、および関連するユーザーインターフェースやプロセス、データ配信、そういった仕組みを全前に提供させていただいております。しかし、 標準モデルに項目拡張し、お客様独自の項目を管理することも可能で、そのような拡張のためのワークベンチを SAPMDG はご用意しております。そういった独自のご要件に対する柔軟性も持ち合わせております。なお、前のスライドでお伝えしました、標準モデルにはないマスターデータを独自にカスタムオブジェクトとして、 m t g 上に構築することも可能です。また、ワークフローにおいても、直列、条件分岐、並列のプロセスフローや、ロールに応じた登録、変更、承認などの権限管理、マスターを作り上げる上での様々な部門と協業するためのワークフロー上での役割分担などを、お客様のニーズに合わせて、柔軟に調整、 適用が行われるようになっています。また、申請中はステージングエリアに変更内容が管理され、承認、有効化後に初めてアクティブエリに送られるようなアーキテクチャをとっており、既存の S 4ーム花のマスター講師のように不完全な状態で使われてしまうようなリスクを回避することができるような仕組みになっております。なお、 S4HANA に内蔵されているチェックルールのみならず、お客様独自のチェックルールを適用することも可能です。こちらが SAP-MDG のハイレベルなアーキテクチャとなります。ご覧いただくとお分かりの通り、SAP-MDG は ABAP アプリケーションであり、S4HANA のデータモデルの上で動作するマスターデータ管理モジュールです。つまり、 s d m、MM、m f i c をモジュールのように SAPMDG も S4HANA の一つのモジュールと言えます SAPMDG は S4HANA を基盤とし UI、ロール、ワークフロー、ステージング機能、チェック機能などを有し S4HANA のデータモデルと統合された 会計、品目、そしてビジネスパートナーを標準モデルとして搭載しており、またカスタムオブジェクトとしてカスタム定義のマスターを独自に構築することも可能です。また、インフォメーションスチュワードやデータサービシズ、HANA、SDI、SDQ のような SAP の他の EIM ソリューションとも連携することが可能です。また、S4HANA や CRM、あるいはその他のオンプレミス、クラウドシステムとの間で SO、SOA や IDOC、RFC、そしてファイルといったチャンネルでマスターデータを連携することが可能です。 次にマスターデータ統合機能についてご紹介します。この機能は移行や大量のマスターデータの名寄せ時に利用できる機能で、ご覧いただいている通り、ユーザーフレンドリーなフィオリー画面からウィザート形式で処理結果を確認しながらマスターデータの名寄せが行える機能です。この統合機能では、Excel やテキストファイルや ETL ツールをソースとして、 データロードを行い、インプットデータを揃えるための標準化を行います。次に、類似データをマッチにてグルーピングし、その中からベストレコードを計算し、最終チェック後に有効化という流れでナイス処理を実行していきます。次に、一括処理機能をご紹介します。こちらは、 マスターデータ管理者の方が一括で大量の既存マスターをこちらもフィオリンの画面を使って更新する機能となります。先ほどの統合機能と同じように Excel やファイルをソースとしまたは任意の選択条件に基づいて対象のマスターデータに対して一括に大量データの変更処理を行うための機能となります。次に データ品質管理機能について見ていきましょう。この機能は SAP-MDG で管理しているビジネスパートナーと品目マスターとカスタム定義オブジェクトでマスターデータの品質をルールとして定義、モニタリング、改善といったマスターデータ品質関連のタスクを実施することが可能です。これはデータ品質管理のプロセスフローです。まずはお客様のビジネス要件に基づいて データ品質ルールを定義し、その品質ルールを集中管理機能のみならず、統合一括処理機能でもチェックルールとして利用することで、データ品質を確保します。その後、定期的にレポートを出力し、データ品質を網羅的に確認し、見やすいフィオリのレポート画面で全体や個別のデータ品質状況を確認し、問題があればそこからデータ品質改善プロセス、 つまりは変更要求のプロセスを起動し、データの修正を促していきます。この動画にて私からお伝えすることは以上となりますが、SAP-MDG の機能の概要について、皆様のご理解の一よになりましたでしょうかご参考までにより深く SAP-MDG を知っていただくためのリンクを求めましたので、お時間があるときにチェックしていただけると幸いです。 本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次回の動画では SAP-MDG の活用事例についてご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。